長野のイメージを覆す長野駅からこんにちは。何この長野っぽくない入り口。長野っぽくないですよねー。ですが長野っぽくない鉄道会社もまた存在するんですよ。本日はそれに乗っていきます。雄大な JR 東日本の長野駅、善光寺口から曲がった先に入り口があるというわけです。というわけでエスカレーターに乗ります。立派なエスカレーターだなー。おお、なんか早速懐かしさを感じる長野らしくない空間ね。券売機ですね。かつての営団地下鉄を思い出させる雰囲気が広がっています。いいムードねー。改札口を通りますとまるで東武浅草駅のような雰囲気。これだけでもウキウキね。右側に止まっているあの電車に乗りに行きましょうか。端っこの赤いのだね。今止まっているのは長電3500系です。もともとは営団地下鉄の日比谷線で走っていた車両なんですよ。東京のお下がりなのね。車内はほぼ原型を残しています。この車両もだいぶ古いため近々引退予定です。現時代的なインテリアだもんね。お待たせいたしました。各駅停車新宿中野駅です。この車両、ドア窓が小さめです。最近のは大きいから、デザインも古さをちょっと感じさせるね。今や消滅したと言っても過言ではないシルバーシートという文字列。今ってでっかく優先席ってあるだけだもんね。ちゃんと残してくれているんだね。ちなみに長電3500系の座席ですが、別に深っかってわけでも快適ってわけでもない微妙な座席でした。そんなわけで権堂駅に到着。本日は大まかに長野らしくないということを伝えるため、長電のざっくりとした雰囲気を紹介するにとどめます。というわけで権堂駅で長電3500系を見送ります。マリオンの地下鉄団。さて、こちらが降りたホームとなっています。どう考えても長野じゃないわね。長野電鉄は面白くって、長野駅から善光寺下駅の間は地下区間となっています。それ以外は基本的に地上なの？はい、それ以外は地上です。そうなのね。ところで変な階段があるわね。避難用階段ですね。あくまで避難用なので、基本は用いられません。電車が去った後のホームは静かです。唯一、長野っぽいポイントですね。おや、何かが来るみたいですね。接近案内はなくとも御用でわかるね。一体何が来るのかしらね。ワクワク。お、これはどっかで見たことある車両のような。長電2100系ですね。元 JR 東日本253系成田エクスプレスです。今ではスノーモンキーという愛称で走っている特急列車です。成田から長野へ左遷エクスプレス。気づいたら引退してましたからね。では、こちらも見送りましょうか。11時7分の新州中野駅に乗るまでに少し時間があるみたいですね。というかこんな立派な案内板まであるのね。正直長野電鉄を完全に舐めていました。これもどこかで見たことのある雰囲気の案内ですけどね。タイムスリップしちゃったみたいよね。静かな営団地下鉄って雰囲気ですね。広告がより一層それを引き立てているね。にしても静かですね。ちゃんとナンバリングにも対応している駅名表。ここまで美しい雰囲気だと感動すら覚えるわね。
この長野電鉄の一部区間がなんで地下化されているのかですが、これは道路と線路の立体交差をすることによる道路交通の改善という面で、1981年3月に地下化されたそうです。走行しているうちに違う電車が来たわね。これは長電8500系ですね。元東急8500系です。今でも少しだけ東京で走ってます。かたや東京、かたや長野。でもなんだかんだ長野の方がゆったり発車するみたいね。時刻表、ちなみに権藤駅は特急停車駅です。特急も考えるとそれなりに本数はあるわね。あれ、何か貼り付けられて埋められてる。もともと長野電鉄には加藤線という別路線があったんですよね。ですが2012年に長野線以外は廃線だから、その当時あったどこかの駅が入るかもです。なるほどね。あ、なんか近代的な電車がやってきたよ。これは長電3電系ですね。こちら東京メトロのオフルで、元ゼロ3系です。てっきり新車かと。そもそも長電には今のところ長電専用の新型車両が1台も存在しないのである。もう大体長電の東京っぽさは伝わったと思うので、乗車しましょう。設備は栄えています。なんなら長野から旭川は伏線なんです。しっかりした鉄道だなぁ。だいぶ乗ってお伏せで下車。降りたらたまたま2世代前の日比谷線か。新旧乗り越えね。これも後輩の日比谷線によって置き換えられてしまうのです。本日は長野電鉄を満喫したという動画でした。長野らしからぬ一面があって面白かったわね。どこかで見たことあるような、いろいろな車両がいっぱい走っていますので、皆様もぜひ訪れてみてください。それでは、本日はここまでです。またね。次の動画、ちゃんと見るのよ。